解像度とは、ビットマップ画像における画素の密度を示す数値である。すなわち、画像を表現する格子の細かさを解像度と呼び、一般に1インチをいくつに分けるかによって、数字で表す。単位は一般にドットパーインチである。類似の概念にピクセルパーインチ、ラインパーインチがあり、前者は操作線によるスキャナ等の性能表記で、後者2つは、 微細な線の集合により面として印刷や表示をするものにおいて主に使用される。それぞれの単位については各項目を参照。これらの値を直接に比較することはできない。これらの単位の他に一般に目にすることはないがピクセルズパーメートルという単位が存在する。こちらはビットマップ画像や PNG といった画像形式の内部で使用される。 大半の画像表示ソフトでは、ppm 単位を p 単位に変換して表示することがほとんどであるため、目にすることは稀である。解像度の違い本来の解像度とは、観測対象がどこまで詳しく測定されているか、別の言い方をすれば、異なる対象がどこまで分離されているかを意味する。dpi は、明確に定義された、物理量であるドットの密度を表す単位であり、 画面の大きさによる相対的な密度としての意味を持つ解像度という用語の使用は本来の使用方法ではない。上図、解像度の違いを例にその問題点を明らかにしておく。この図、解像度の違いは一見して明らかに右端の図が最も物理的解像度が高い。しかしながら我々は画面上で同一 DPI での表示を見ており、画面の大きさによる画素数は 解像度とは意味が異なる。この図をアナログ d n ン写真をイメージスキャナの同一 DPI で取り込んだビットマップ画像と考えても良い。右端以外の画像をどんなに高 DPI でモニタ表示、印刷しても右端以上の高解像度にはならない。このような紛らわしさは物理的な解像度と画像の大きさに関与する相対的解像度について 解像度が使用されていることによる。しかしながら、物理的解像度は DPI、画像の大きさに関与する相対的解像度については、画素数と画面の物理的大きさを示す単位の組み合わせが用いられている。長さと画素数の関係は、下記の式で表すことができる。長さイコール画素数解像度この関係は、解像度が異なる機器で同じ大きさの図形を、 描画するために必要となる。かつてのコンピュータディスプレイはインパクトプリンターから CRT を用いる表示に移行し CRT の技術的な制約から画面の中央部は画面の左右端に比べ解像度が低かった。このように一様ではない表示解像度が主流の時代には文字列表示が中心であったので物理的な解像度の差は問題とされなかった。また、 一様性の求められるグラフィックディスプレイには、ベクタースキャン型の特殊な装置を用いていた。その後、グラフィカルユーザーインターフェースに用いるため、縦横が正方形となるドット表示性能が CRT に求められた。消費者向けディスプレイでは、Apple Macintosh がグラフィカルユーザーインターフェースを先導し、80から 100dpi 程度の性能を持つ、 CRT に余裕を持った設定で1ポイントイコール1ドットの割り当てを行い 72dpi の正方形ドットを表現することとした現在でもディスプレイ表示は正方形表示を基本に作られることが多いしかし CRT の最終期には性能が上がりコンピュータディスプレイは100から 150dpi の解像度を持つようになったマイクロソフトウィンドウズは 96dpi の性能を前提とした設定となった。近年は液晶ディスプレイが主流となったため画面上均一の解像度を得ることが可能となったことから改めて解像度の高さが着目されている。オセックスや iOS といった OS では GUI の制御にドット単位ではなくポイント単位を使用している。このためディスプレイの dpi の違いにより 同じ大きさの文字が明瞭であったり、荒くなるといったことが起きる。同様に、Android や Windows 8以降では、論理的なドット単位を設定している。印刷物の解像度は、印刷方式などにもよるが、一般的な家庭用では300から 600dpi、程度を、商業印刷物では 600dpi、2400dpi の解像度を持つことが多い。ただし、プリンタでは、 解像度とは、ドットの中心のずれ量を表しているため、その解像度で印刷しても分離した個々のドットを見ることができるとは限らない。解像度は、本来は画像を表示したり印字したりするデバイスの特性により定まるパラメータである。このため、画像データそのものに付加される解像度の情報は、この解像度で表示してほしいまたは、この解像度で表示すると減寸になるなどという、 補助情報でしかない。多くの場合、横方向の解像度と縦方向の解像度は同じであるため、解像度は一つの数値で示されるが、印刷用の画像データや通信用の画像データなどでは、横方向と縦方向で解像度が異なることがある。つまり、1個の画素の横幅と縦の長さが異なる状態で表示することにより意図した画像の形状になるのである。 この時の横と縦の解像度の比率をピクセルアスペクト比と呼ぶ。放送分野で多く用いられている YUV フォーマットでは、各画素の色は軌道情報 Y と色差情報 CR、CB という3つのパラメータで示されるが、通信上のデータ量を減らすために、色差情報は軌道情報の半分の解像度にするということがしばしば行われている。また、 一点ごとに何種類の色を持つことができるかを色深度、色解像度、または色分解能と呼ぶ。色解像度は多くの場合、光の三原色である赤、緑、青のそれぞれの基本色の強さを何段階で表現できるかによって示される。また、この段階数の2の対数を用いてビット数として表現することが多い。例えば、色解像度の高いデータとして、 現在広く用いられている24ビットトゥルーカラーと呼ばれるビットマップ画像の場合、各色256段階の色解像度を持つ。これは各色8ビット、合計24ビットの色解像度であると表現される。人間の目は光の三原色の内青に対する感度が弱いことが知られている。このため赤、緑に比べて、 青の色分解能は低くても画質に与える影響が少ない。このことより赤、緑に6ビットずつと青に4ビットの計16ビットで色を表現したり赤、緑に3ビットずつと青に2ビットの計8ビットで色を表現するということもしばしば行われる。これらの色表現は16ビットトゥルーカラー、8ビットトゥルーカラーと呼ばれることがある。また、 赤と青に5ビットずつ、緑に6ビットを割り当てたものや赤、緑、青に5ビットずつ割り当てたものは、ハイカラーと呼ばれる。一般には、人間の目はおよそ1000万色を見分ける能力があると言われている。色解像度が24ビットあると、224イコール1677万7216色を表現できることになり、これは人間の目の特性を超える。 しかし、蒸気のように色によって、人間の目の色分解能は異なり、赤は10ビット程度ないと足りないとする研究結果も、ある。このため、映画用の画像作成などの色再現性を重視する場合には、赤、緑、青それぞれに10ビットずつを割り当てた30ビットの色解像度を持つデータを用いることもある。解像度とは本来は、蒸気の通りが素密度を示す値であるが、 画像の画素数を示す言葉としても使い入れている。これはテレビの水平解像度の概念に由来するためである画面解像度を参照。ありがとうございます。